南雲講師役の山田美鈴です。早乙女宛名役の七瀬彩香です。はい、今回、はい、今回は第1話の見どころを教えてということで、はい、ね、1話、ね、からさ、うん、まあ、容赦ないよね、なんていうね、っていうかね、なんかそのもったいぶらずに、うん、全部あの、ね、ハプニングが、うん、あのもう1話からどんどん出てる感じになってます。テンポがすごく良かったですね、うん、ね、テンポがね、いいし、そう、1話だけどギュッとね、結構詰まってる感じだよね、うん、このお姉さんたちのどういうところが訳ありなのかとか、うんうんうん、いいところもすごいギュッと詰まってるので、うんうん、第2話早く見たいってなるような内容に、確かに、確かに、ね、はい、ぜひね、そういうところ見どころですのでご覧ください。はい、メガミリオンの龍馬くん本日から放送開始です。見てください。